南スーダン、南スーダン共和国、南スーダン共和国、通称南スーダンは、東アフリカに位置する国家。北にスーダン、東にエチオピア、南東にケニア、ウガンダ、南西にコンゴ民主共和国、西に中央アフリカと国境を接する内陸国である。2011年7月9日に、スーダン共和国の南部重州が、 アフリカ大陸54番目の国家として分離独立した。2011年7月8日まではスーダン領でありながら南部スーダン自治政府の統治下にあった。これは2005年1月9日にケニアの内場車で結ばれた第二次スーダン内戦の包括的な暫定は併合意に入り、スーダン政府から自治を認められたためである。2011年分離独立の是非を問う。 住民投票が実施され、分離独立票が圧倒的多数98.83%を占めた。新国名は南スーダン共和国になった。過去にはアザニア、ナイル共和国、クシュなどの候補が上がっていたが、南スーダンとなる可能性が高かったとされた。2011年7月13日には国連アンポリ決議1999により、 国際連合総会に対し国際連合への加盟が勧告され、翌日の総会にて加盟が承認され193番目の加盟国となった。さらに、AU、アフリカ連合の54番目の加盟国となった。また、イギリス連邦に加盟を申請中である、東アフリカ共同体にも、ケニアとルワンダの協力で2016年に加盟している。2014年、 非政府組織の平和基金会が発表した世界で最も脆弱な国家ランキングで南スーダンは首位となった。かつて南部の黒人たちはアラブ系やダルフール及びバハルアルガザールなどの奴隷承認によって奴隷売買されていた。1821年にスーダンの北部はエジプトが南部は1877年にイギリスが占領した。 1898年にイギリスとエジプトによる共同統治、英誇リ領スーダンが始まった。南部を支配していたイギリスはその南部のウガンダとの統合を望んだが、1947年のでの合意により南北スーダンの統合が決められた。1955年に南部で反乱が起き、第一次スーダン内戦、1955年から1972年、 が起きた。1956年にスーダン共和国として北部と南部が統一して独立したが、北部の政治的、経済的支配に南部の住民は不満を抱いていた。1972年にアディス・アベバ合意により南部に制限付き自治権が与えられ、将来の南部の分離独立を問う住民投票も認められ、南北の内戦は一時終結した。 1974年にシェブロンが油田を発見し、その多くが南部に分布していた。民族イスラム戦線の圧力も受け、1983年にモハメドアンイコールヌメイリ政権は、南部の自治権や将来の分離独立の住民投票を取りやめ、イスラム法シャリアを導入して、イスラム勢力の取り込みを図、また、石油資源の独占を図り、 南部の三つの州をそれぞれ分割した。そのためキリスト教徒も多い南部などで反乱が起こり、南部最大の民族である、ンカ人の出身のジョン・ガラン大佐を中心とたスーダン、人民解放軍、運動、SPLA、M が北部の政権に対して反乱を起こし、第二次スーダン内戦、1983年から2005年が起きた。 政権が交代しても内戦が収まることはなかった。1989年に、オマルアルイコール・バシールが政権を握ると、イスラムを支持母体とする政権に反対する政治勢力を抑圧し、SPLA をはじめとする南部の反政府組織に対する戦争を拡大していった。この内戦により、約250万人の南部住人が殺され、数百万人が居住地を追われた。 中でも突然の襲撃で村から逃げ出したスーダンのロストボーイズと呼ばれる孤児となった約2万人の子供たちが SPLA の保護のもとケニアやエチオピアの難民キャンプまでサバイバルの旅をしたことは本や映画にもなりアメリカではよく知られている南部での内戦は激化していったが2002年にケニアで南北の和平交渉が成立し2005年1月9日には cba が署名された。南部は行政上の自治を6年間与えられ、そして北部で適用されているイスラム法シャリーアも南部で適用しないこととなった。さらに2011年1月にはスーダンの一部として北部と統一するのか分離独立するのかを決める住民投票も南部でいうこととなった。ウガンダと今後民主共和国軍による神の 抵抗軍総統作戦、2008年12月14日から2009年3月15日に、南スーダン自治政府が協力する部隊を派遣した。2010年1月20日、スーダンのバシール大統領は、南部スーダンの大統領サルバ、キールマヤルディも出席したで、開催の南北の内戦終結5周年を祝う、式典にて、住民が選択、分離独立をした場合には、 スーダン政府は南部の独立を承認すると発言した。南部の住民は独立志向が強く、2011年1月の住民投票では予想された通り分離独立を選択した。しかし、南部の石油の利権や同時に臨ン・人のウォック氏族の先住地、アビエの貴族もとあることとなった。二0 1年七月九日にアメリカ合衆国からの後押しもあり、 スーダンから分離独立した。新政府は、スーダン人民解放軍、運動、SPLAM が中心となっている。2011年11月3日、北スーダンの青ナイル州で、スーダン人民解放運動、北、SPLMN の拠点が、スーダン政府軍に攻撃された。同州での武力紛争は、同年9月から続いており、 約2万8700人の難民がエチオピアに脱出した国連難民高等弁務官事務所 UNHCR による SPLMN は11月2日北スーダンの南コレドファン州周辺で政府軍と激しい戦闘が続いていることを明らかにした13日には英国の援助団体オックスファムが植えナイル州からスタッフが撤退いた スーダンとの国境紛争は激化している。2012年4月、南スーダン軍が、スーダンのコレドファンにあるヘグリグ油田を占拠し、4月12日には、スーダン軍が、南スーダンの都市を空爆し、死傷者が発生するなどしている。国際連合安全保障理事会は、全面的な戦争に発展する恐れがあることから、両国に即時停戦を強く求めている。 2012年4月16日、スーダン国民会議は、南スーダンを敵とみなす決議を採択した。2012年4月18日には、スーダンのオマリュアルイコールバシール大統領が、南スーダンを同国与党のスーダン、人民解放運から解放すると宣言している。2013年12月14日、同年7月に解任された、マチャル副大統領派による、 クーデター未遂事件が発生するも失敗に終わったと、されるが、その後もマチャル派、大統領派間の戦闘は継続し、翌年1月に、両派間で、停戦合意が結ばれたものの戦闘は収まらず、その影響で避難民が100万人以上に上る事態となっている。戦闘発生から1年経った2014年12月の時点でも戦闘は収まっておらず、国連によると、 その影響による避難民は190万以上に上っている。米国のシンクタンクの一つである平和基金会が発表している失敗国家ランキングでは2014年2015年の2年連続で1位となった。2008年から2013年まではソマリアが6年連続で1位であったがこの2年間は2位となっており南スーダンがとって変わる形となった。 BR2015 年8月の調停までに5万人が死亡、避難民は230万人以上と推定されている。この事態を受け、政府間開発機構が仲介に入り、和平協議が続けられた結果、2015年8月、政府間開発機構による調停のもと対立していた、キール大統領派とマチャル派が調停案を受け入れ、 紛争解決に関する合意文書へ署名を行った。2016年4月26日、合意文書に基づき、マチャル前副大統領が第一副大統領に就任し、29日、国民統一暫定政府が設立された。しかし合意後も両陣営から協定の細部への不満に、加え、内戦中の戦争犯罪の特別法廷の設置や、 州の再編案などで対立は続き、内戦により疲弊しきった経済は、インフレ率295%のハイパーインフレーションを引き起こした。2016年7月、首都ジュバでは両陣営による銃撃戦が断続的に続くなど、内戦再燃の危機が高まり、現地で支援活動を行う日本を含めた欧米各国は国外退避を決定している。 同月の戦闘では、ジュバ住民等に270名ほどの犠牲者が出たが、国連加盟国との交戦を避けるため、PKO 部隊による住民の保護がされず、国連施設の前で、南スーダン国軍による交換行為が繰り広げようなありさまであったとされ、PKO のあり方について、国際世論から批判を受けた。これを受け反気分国連事務総長は、ケニア出身の司令官や、 国際連合南スーダン派遣団の国連事務総長特別代表を介したが、ケニアはこの対応に反発し、PKO から部隊を撤退させる事態となった。7月23日には、マチャルが第一副大統領を解任され、和平プロセスは事実上崩壊した。2017年になっても国内の混乱は収まらず、国内の当事者らがそれぞれ高圧的な軍事行動を、 展開。政府軍の破壊行為が止まらない。一方、反政府側のスーダン人民解放軍や民兵集団が台頭し、組織の分裂や支配地域が広がる状況にある。政府軍は南部のエクアトリア地方一帯などで反抗を続けているが、一方でエクアトリア出身の元政府軍副参謀総長が反政府組織を立ち上げるなどの乱が続いた。 この状況を受け、再び、政府間開発機構が諸勢力を集めて、朝廷に入り、2017年12月、敵対行為停止で合意。さらに2018年6月27日、高級敵停戦で合意した。2018年8月5日に、スーダンにて3ヶ月以内に3年を期限とする、移行政府を樹立することが合意された。 南スーダン議会の定数は170議席で、ほとんどの議席をスーダン人民解放運動が独占している。主な政党はスーダン人民解放運動、SPLM で、ジョン・アランが結成した。現在の大統領は、サルバ・キール・マヤルディ。政情が不安定なため、国際連合平和維持活動として、国際連合南スーダン派遣団が派遣されている。医療や教育、 インフラ整備や農業など、その支援分野は多岐にわたる。スーダンの最大の支援国で、国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団にも、中国軍を参加させている、中華人民共和国は、南スーダンでも、積極的に、国連平和維持部隊を派兵して、インフラ整備に携わって、油検疫も得ている。2013年5月31日、 日本の安倍晋三首相とサルバ、キールマ・ヤルディ大統領の海岸で、南スーダンに日本大使館を設置することが決定した。同年7月1日、首都のジュバに中南スーダンに日本国大使館が開設。赤松武氏が参事官に就任し、同年10月11日に特命全権大使に昇格した。独立当初は10州であったが、2015年に28州。 2017年に32州へと増加した。いずれも各州は歴史的に3つの地方に大別される。州は軍に細分化される。独立後のアビエ地域の貴族問題やケニアやエチオピアも領有を主張しているイレミトライアングル地域の貴族問題がある。独立後もスーダン共和国が南ダルフール州の一部として実効支配シールは1960年にし、 バハル・アルガザール州から南ダルフール州に関されたため、1956年の境界線を南北国境とする南北、包括和平合意、CBA によれば、南スーダンに移譲されるべき地域で、あが、2011年現時点では、最終的な帰属は未定である。首都となるのはジュバで、他に、ルンベク、南部スーダン自治政府時代の首都だった。ワーウ。 アウェルなどの都市が人口10万を超える。ジュバが南すぎることと再開発が難しいことから、首都中央部のレイク州に移す予定。内陸国で北にスーダンがあり、東はエチオピア、南はケニアウガンダコンゴ民主共和国、西は中央アフリカと国境を接する。北西はスーダンダルフール地域。スーダンとの国境線は、 長さ1 9 3 7トルに達し、エチオピアとの国境線がそれに次いで8 8 3トルで、ある。最高地点は、南部のイマトング山地にある、キヌエティアマ、標高3 1 8 7ルである。ウガンダからスーダンへ、南北に、白ナイル川、バハルアルイコールジャバルーと呼ばれるが流れ、ジュバの北から国境にかけて、大湿地帯のスットがある。 南下するほど雨量が増えていき、熱帯雨林やサバナの地域もあり、世界第二の多様な野生動物の宝庫となっている。白ナイル川は、スッドにて、西からのガザル川、ダルフール南部からのアラブ川、南西部から流れてくるジュル川を合わせていると、東から流れてくるソバト川に交流する。特に、ソバト川は、雨季の流量が増大するが、スッドは、国書の真っらな定地であり、 ここが蒸発皿の役目を果たすため、ここ、伊北を流れるナイル川は流量が半減する。ここの流量を増やし、北部で利用できる水資源を増やすために、第二次世界大戦直後にエジプトがス島をショートカットするを計画し、1978年にスーダンと共に開作を始めたが、全長 360km のうち 240km を終えた1984年に、 蒸発量源による気候の乾燥化の懸念や自然破壊などの理由に予行時は中止された。経済は南北内戦により荒廃し、特にインフラの整備が進んでいない。IMF の推計によると2013年の南スーダンの GDP は140億ドルである。一人当たりの GDP は1289ドルで、あり、ケニアとほぼ同額で、 エチオピアよりずっと多いが、その98%は石油によるものであるので、実際の庶民の生活は、決して裕福ではない。一部の富裕層が裕福な暮らしを営み、物価を釣り上げ、庶民の生活を圧迫している。また、クーデター未遂事件の影響もあり、2014年はマイナス成長が見込まれている。通貨の最小単位は 1SSP。 サウススーダンパウンドイコール約30円であった。2011年10月19日に5、10、25、50ピアストルの核補助紙幣が導入されている。南北合わせスーダン全体における石油資源の80%が南スーダンに集中するため、石油経済に将来性があると言われているが、スーダンの公開沿岸ポートスーダンを原油積み出し港としているため、 油田地帯から伸びるパイプラインや石油生成技術をスーダンに握られ独立前から原油収入は非常に不利であったスーダンが南スーダンとの石油の利益配分交渉を有利に進めるため石油製品ともを停止し深刻な燃料不足に陥れた2012年現在もスーダンがパイプライン使用量として莫大な金額を要求したため南スーダンは 原油供給を停止し、輸出による外貨獲得に困難が生じている。最盛期日量45万バレルだった。原油生産は内戦で6万バレルに減少したが2015年には25万バレルまで回復している。航海ではなくケニアを通過しインド洋から輸出するためのパイプライン計画がある。天然資源としては他に鉄鉱石、銅、キララ、クローム、タングステン、 アエン、金、銀、ダイヤモンドなども産出する。農産物としては、綿花、ピーナッツ、砂糖もろこし、雑穀、アラビアガム、キャッサバ、砂糖キビ、マンゴー、パパイヤ、小麦、サツマイモなどがある。木材は、主要輸出品で、アフリカ最大の地域のプランテーションがある。経済は農業に大きく依存しているが、潜在的電力資源もある。 2011年現在、アメリカと中国などを中心に道路などのインフラや、教育面などの援助が行われている。日本は、最大部族になる、ンカ族以外にも幅広い援助を行っている。内戦の影響でインフラはほとんど進んでいない。道路も、未整備が多い。独立前の状況は、舗装道路は、国内で、約60キロメートル、ナイル川に架か,かる橋は一本しかない。 スーダン国境からワーウまで2 4 8トルのスーダン鉄道が伸びているが、1980年代の内戦時に鉄道橋が破壊され運行が停止されたままになっている。路線の規格は単線で機関線6 7ト、mm、ルの凶気であった。ワーウからジュバイの延伸計画がある。ウガンダとケニアからジュバまでの鉄道計画もある。空港としては、 ジュバ空港があり、南スーダンのフィーダー航空、フィーダーエラインズの拠点となっている。ジュバ空港からは、近隣国の首都へは、定期便がある。他の地方に、国内線もいくつかある。しかし空港も滑走路の未整備など、まだ問題が多い。国営航空会社設立の計画がある。2012年の時点で、ジュバ空港には、大型機の離着陸ができないので、建設用の重機は、 近隣国から困難な陸路で運ばれる。民族構成は、ンカ人が最も多く、約100万人。他にもヌエル人やシルク人などのナイル系の民族がいる。西部はアザンデ人とジュチャル人、南部からウガンダにアチョリ人やロツフ人がいる。南スーダンはナイル系の民族が国家の主流派を占める初の独立国家である。 イスラームを信仰する民族は、カリギビトコリーギー、17000人、インドリ人、インドリ、1300人、バンダトグボビトバンダトグボー、2300人以上、アダマワウバンギゴ族、アジャジンアジャ、300人、ドンゴトの人ドンゴトの、1100人以上シャリナイルゴ族、ジャルグルグレビトアンジャルグヤラグール、2200人、マバゴ族など、極めて少数の民族である。 各民族は敵対関係にあるものも多く、特に東部のジョングレ州では、複数の民族が土地をめぐって、武力衝突を起こしている。スーダンの内戦時に流出した武器が出回っており、多数の死者、負傷者、難民が発生している。イギリス統治時代の影響で英語が公用語であり、教育や北部との取引などで幅広く使われている。ナイル系が多数派であり、 母語としては、ディンカ語、ヌエル語、が、主な言語である。共通語として、美人言語であるが、ジュバ周辺で話されている。人口の6割は、キリスト教徒であり、残りの人口は、アニミズムの伝統宗教、大地の神、雲の姿をした、トリックスター、トゥール・トゥーリーやイスラム教を信仰している。北部スーダンでイスラームを信仰する、アラブ人が多数を占めているのとは、 対照的である。この信仰の違いは南スーダンの独立運動が過激化した理由の一つでもある。南スーダンは周辺諸国と比較しても例外的にムスリムの人口比率が極めて低い。2012年にイギリスで開催されたロンドンオリンピックにディン家族出身の第二次スーダン内戦元難民でアメリカ在住のグオールマリアルが 独立参加選手団として出場した。なお、2015年8月に国内オリンピック委員会が承認された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。